はようございます、コンモリビマスターです。また暗いと言われる。今日もあいにくの小雨ですけども、ただいま朝の5時です。今から和歌山駅まで移動して阪和線で、山中谷駅まで行ってですね、そこから京師峠まで今日は20キロのほど、走ってみようと思います。まあ雨模様なんでね、トレイルも人少ないかなと思って、まあまあ雨の日対策も考えながら、まあある意味いい条件かなとポジティブに考えて、進みたいと思ってます。本日も頑張ります。JR 和歌山駅まで着きました。だいたいどこかな、30分弱だったかな、はい、ウォーキングしながら。久しぶりやな、こっから乗るのが。310円ですね。さあ、山中谷駅に着きました。まだね、うっすらと山影見えるかな。うっすらと明るくはなってますけども、まあ、でも距離も稼がなあかんので進んでいこうと思います。なかなか暗いですね。まあ、ちょうどないから、ナイトランの練習にはちょうどいいかなっていう感じですけど、まあ、気をつけて、暗いうちはちょっとウォーキングで行こうと思います。まあ、気をつけて行ってきます。とりあえず第一パノラマ雲山法銀の峰ハイキング、とりあえず第一パノラマ目指してみることにしましょう。だいぶ辺りは明るくなってきましたけどね。まあちょうどこういうのも慣れていくんかもわからないですけど、ナイトトレイルもっと暗いと思うんで、なかなかこれで走ろうと思うのは大変だと思います。やっぱりトレイルマスタークラスのライトいるんでしょうね。じゃあ一番上、まあ、行ってみよう。第一パノラマ前回気ぃつかんと行き過ごしてしまいましたからね。おお、なかなかのビューポイントですね。って言うわな。あいにくの雨ですけどね、ちょっともやってますけど、昨日からずっと河口まで積んでるマンションのとこまで見えますね。いや、雨強くなってきましたけど、まあまだちょっと葉っぱとかでね
だいぶ雨も避けてくれるんで、行けるとこまで行ってみます。いや、岩道確認したら重くそ間違てる。ああ、いいよ。前走ったことある道の方選んでしまったら、ムソタ駅の方へ行っちゃうんだな。ああ、失敗。1キロほど戻らなあかんことになります、ね。1キロ戻らなくていいか。数百メートルか。ああ、失敗しました。まあでもね、山道は元の場所間違えたとこぐらい戻るんだね。セオリーみたいな。なんだよ。ちょっととりあえず登ってみます。見ちゃったかな。さっき軽快に走り抜けて向こう行ったんですけど、マスもうよもやと思ったこっちが、今日のルートでした。どこに道あったかなって思ってたんですけど、だいぶ戻らされましたね。気温は13度ぐらいですね。走ってきてるのでめっちゃ暑いんですけど、もっとね気温下がったらホットなのでもいいかなと思います。先日のね思想とかでは本当に左右で十分欲しかったんでね、お湯の気持ちの一個とメリットは思いますね。アルパインサーモンボトルですね。これも900ミリリットル。よっしゃ、大福山到着。はあはあ、よし、ルートが変わってました。この辺も少し丁寧に見ていかなあかんですね。このモデルに出してください。まあほら勉強&トレーニングと思って、失敗は成功のもと。まだ時間もあるので頑張っていきます。いやー辛い。ちょうど14日のチャレンジ登山の階段地獄の練習にちょうどいいですね。なかなかでもきつい。よっしゃ、よし、頂上っぽいよ。どっち行ったらいいよこれ。おお、これまた素晴らしいな。さっきの六角堂あたりからよりだいぶ高いな。
見返り山っていう山だな。336.7メートル。ホテフド山はまだやな。新池、新池展望台332メートル。さすが展望台になるくらいであって、今までで一番開けてるかな。すごいですね。GoPro もちょっと画角狭めてたらええんですけど、まあ僕の見た目もこんなもんなんで、なかなか素晴らしいものですね。結構広い頂上やな。二立山。349。はい、どうも。ありがとうございます。結構あれやね。広い。一気になんか景観が良くなったというか、飯盛山までの今道中なんですけどね、道も結構綺麗になってきて、まあ、太陽もだいぶ上がってきて、やっぱり夏と違って葉っぱが落ちたんか、まだまだ日が出てますけど、だいぶ明るいですね。正直今の自分では足がね、結構もうなくなってきたように感じますね。今飯盛山まで途中なんですけど、まあ、ちょっと地図も見やんともう気ままに歩いてるんですけど、ランを入れると色がすごい上がりますね。まあ面白いですけど、登りかな。登りで体力は結構取られてるし、いい練習になってるかと思います。これはね、冬場も繰り返したらそこそこ強くなっていくんだなと。心拍をね、こまめに見れたらいいんですけど、アップルウォッチだとね、どうしてもこの時間の対応電池が持たないんでね、やっぱりガーミンエンデューロ、ガーミンエンデューロ欲しいな。
これが高根山の山頂かな。高根山山頂285メートル。先ほど来る途中に高根山城城跡っていうのあったけど、まあまあこの辺夕日が沈むのが美しいので多くの人が山頂に登ってきたそうです。なかなかしんどかったですわ。楽だったらこれで京師峠の駅に行くと思うんですけど、ラストスパートですけどちょっと走れないですね。もうよっしゃ、とんでもない下りやったな。これがその小仙寺さんかな、なんか後ろに出てくるって YouTube でもやってたな。うわすげえ、上部までよいしょよいしょ、すごいな、こんなところから降りてくると。よいしょ、ここまでが10時24分、だいたい4時間半か。確か風神雷神みたいな。おおすごい、すごいね、こんなんがあるって。やっぱこの由緒正しいお寺らしいですからね。おーすごいな。ここ出て、綺麗な右手に行けばもうすぐ京師駅なんですけど、もう今回は、私は左向いて、京師峠を越えて帰りたいと思います。まあ、とりあえずは山中谷、京師峠のトレラン、まあ、とりあえず OK 近くでね走り切ることはできました。まあ、足ね結構ぐねりましたけど、まあ9時くまでは行かなかったんで、まあまあ成果かなと思ってます。山入りました。なくなったそのジョギングは練習になるかなと思ってやってみようと思うんですけど、これはきつい。ずっと食いしばり持って走ってるので、車の人はエンジン持ってるかもしれないしね、喋りながら走ってるし、まだ余裕あります。
ルカ橋まで来ました。さっきね、山の上から、この辺り見えてたんで、どの山になるのかな。イメージ的にはやっぱ高かったから、この山か、この辺りからか見てたんでしょうか。まあ、あの辺から、ここまで、ね、走ってきたっていうのはまたこれまた、すげえなと思いますけど。いや、動けるようになったら、面白いですね。一応、京師峠からも、今歩きましたけど、ほとんど、ノンストップで、ジョグペースですけど、走ってきて、疲労は感じますけど、痛み的なもんはないですね。今日は23度。ね。気温もすごく助けてくれたんですけど、いろいろな不快感とかにも対応できるように、もう今、格好も一回も変えずにですね、荷物も結局あまり食、補給も取らずだったんで、結構重りばっかりになりましたけど、これも全て、負荷トレーニングとして考えたらポジティブにいけるんですけど、なんとかね12時まで帰れたらなと思って、あと木漏れ日まであと少しなんでね、最後追い込みたいと思います。頑張ります。帰るの見て、なんとか帰ってきました。6時間切れると分かって、歩いてしまいましたね。まあ一個、今日山中谷6時ちょうどに出発したんで、山中谷京師から木漏れ日まで山、6時間ほぼジャストということでね、これを一つの基準にして今後トレーニングしてまいりたいと思います。また正確なね、時間とかなんか貼っときます。ありがとうございました。